はい、こんにちは、ジャンゴです。今回は、ドット勇者、やっていこうと思います。ということで、行きましょう。さて、まずは箱開けから、行ってみましょう。これは違うな、紛らわしいな。まあこの辺のね、とりあえずランダムで手に入るやつとかを開けていって、あ、今日あれだね、種族召喚のやつは、9個あるので、まあ1回か、もしくはこの後ね、1個ぐらい手に入ったら、2回引けそうですね。はい、まあ素材がゲットできましたよと。で、聖眼召喚引いていきましょう。でね、これね、ちょっと無料分もそうなんだけど、あ、音楽消えちゃった。ちょっと寂しいから一回戻りましょう。無料分もそうなんだけど、あれ、どこ行った？これね、アイテムで一応ね、20連できるやつ使わないのもったいないかなということで、まあなんかコメントでも聖眼ガチャ回さないんすかみたいなコメントあったんで、まあちょっとね、テミス欲しい部分もあるので、テミス狙いでね、2回引いてみようかなと、思います。ということで、ね、10連2回行きましょう。行け！はい。あー。そうですか。もう一発行きましょう。行け。まあダイヤがそれなりに来ただけ良しとしましょうか。でね、これダイヤ使ってまで引くかっていうと、ちょっとやっぱ2700って考えた時に、まあテミス自体は 1.1% とかなんだよね。だからまあそこ狙ってダイヤ使うのもなんかもったいないかなぐらいの感じでいるので、まあアイテム分は引いてもいいかなと思うけど、まあそれ以外はちょっと無料の、いつものやつでやめとこうかなぐらいの感じですね。はい、そしてだ、これはなんだ、あ、これはあれか、活躍度でもらえるやつか。はい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 、また切り替わったわけね。ってことは、あ、これなんだ、初めて見る。金色装備かけら、開けると以下の金色装備のかけらから1種類選んで獲得できる。これなんだろう。あ、100個集めて、これは何、武器なのかな。いつもの武器とセットする場所同じなのかどうかもよくわかんないけど、そんなやつもあるということみたいですね。ほー、まあちょっと光闇の英霊だけ6000結構するんだけど、ここは買っておきましょうか。はい、それぐらいかな、ここは。 OK、 じゃあ次はこっちのコラボでよそ見をしてる暇はないよ。ガチャ回してみましょう。いけ。はい、そうね、まああとは特にはって感じかな。そうだね、とりあえずイベントの方はこんなところでしょう。ここもね、絵が揃っちゃったので、その後はね、ちょっとピース自体は意味ないから、ん？開くのこれ？開かないよね。うん、こんなとこっすね。さあ、そして、1ヶ月記念の方行きましょう。これもね、あと2日と、23時間ということなんで、まあ、一応ね、1日60個開けるミッションはあるから、120個取っといて、120個までは開けちゃってもいいかなということで開けていきましょう。ガンガン開いていく。結構ね、数が、溜まってるんで、あれかな、挑む、なんかボスに挑むステージがリセットされたから、宝箱ね、また結構入ってきたかなという感じですね。まあ、これに関してはガンガン、開けていきますか。残り120まで。さてさて。まあ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 、結構な数、よく見ると溜まってたからね。300いくつあったんで、今日はたくさん開けられる。文字もね、改めて結構手に入ってますね。ほい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 。ここまでね、ちょっと手に入るんだったら、もうちょっとね、いつも60で止めてたんだけど、ガンガン引いてもよかったかな、みたいなところもある。まあ、早くね、素材とか手に入れば、その分早く育った可能性もあるからね。ほい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 。まあ、あと30ぐらいで止めましょう。
はい、ここまでかな。で、いろいろ受け取る。このチェックは、このびっくりはなんだ？ああ、これか、受け取れる。ほい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 。全部まとめて受け取った感じっすね。OK。じゃあ、あとは、記念商店交換しましょうか。そうね、まあ、称号もらっとこうか、一応。そして、この紫の文様も、ゲットしておきましょう。とりあえずそれぐらいかな。さあ、じゃあ占い行きますか。はい、星5来てないんで、ちょっとスルーしましょう。こちらもバルキリー以外はスルーかなというとこですね。さあ、こっちは無料分引いてから10連できるようならそれもスルー。OK、10連できるのでしていきましょう。はい、こんなとこっすね。次はクジラ行きます。さあ、クジラに関しては、まあ単発だけだとなかなか、進まないですが、ここまでね、ちょっと天井目指して赤い召喚獣もね、狙っていきたいかなというとこですね。さて、次は勇者召喚を、まずは単発から。でね、だんだんね、ちょっと、一回重ねたぐらいだとね、成長しなくなってきちゃったところもあるので、まあ前にね、1ヶ月プレイして、撮った動画の時にチラッと言ったけど、1ヶ月で、どこまでいけるかチャレンジ的なことをね、してみてもいいかなと思い始めていますね。でね、それやるとしたら、なんか1ヶ月4000K っていうのかな、400万戦闘力をなんか目指す、のがね、一つの目標というか、なんかミッションであったみたいなんで、そこをちょっと目指してやってみるのもありかなとかっていうのは、思ってるんだけど、まあただね、2個やると飽きるのも早くなりそうだなっていうところがあって、まあちょっとどうしようかなと思いながら、まあやるんだったらでもね、始めてみる、ちゃちゃっとね、取り掛かった方が、まあ結局ね、いいかなと思う部分もあるので、どうしようかな。今日、始めてみようかな、みたいな、この後、ところがあるんですよね。まあとりあえずガチャ終わりましたね。新運召喚回しましょう。さあ、おぉ、アリスなんか久々に見た気がする。そんなとこっすかね。はい。で、今日は、ガチャとかを一通り引いた。あれか、種族召喚ですね。これを光闇にして、行きましょう。結局、5回召喚1回ですね、これは。さあ、行け。ピースのみだが、星5のピース、星5の光のピースと闇のピースが一応出てるから、まあ、完全なる外れでもないかな、ぐらいのとこですかね。交換で一応イレイヤ狙いましょうか。行け。グルーとか、まあ一応保存しておこう。そんなとこっすね。星がもう一回引けるようになってるんで引いておきましょう。まあこっちからはね、なかなか星5すら出なかったりするので、まあ大体こんな感じだけどね。さあ、そして、ちょっと待って。まあ一応いろいろ箱が増えたんで、この辺開けておきましょうか。これはなんだ？お！あー、手に入んなかったね。ピースが、ピースじゃない。キューブ手に入ったらね。また、あれしようかと思ったんですが、お、レアスキン3択。あれ、こんなのあったんだったら、クリムゾンハート、この前交換しなくてよかったじゃんっていう。はぁ、なるほど。まあ、こっち取っておきますか。あー、でも、あなた、ちょっとこれ開けないで取っておくか、そしたら。そうだね。これなんだ。あ、ランダムゲット、非物のやつですね。まあ、じゃあ、これもらっときましょう。で、赤じゃなくて橙色の方だけど、68ピースもあれば何か星上げできるんじゃないかなということで、ちょっとこっち見てみましょう。まずは、星4くっつける。そして、
そうだね、60いくつあるからユニコーンいけるか。ユニコーンが、ちょっと待って、44で100分の44だから、56あれば OK ですね。ちょっと、じゃあここはパワーアップさせますか。44だから56、OK。これで、交換しましょう。さあ、そしたら、ここを、あれ?かぼちゃいつの間に10個手に入ったんだ。さっきの箱か。あ、じゃあ10回召喚しましょう。行き当たりばったりだ。はい。あー、うさぎ出ましたね、赤いやつは。OK、いいでしょう。そしてだ、ユニコーン、こいつですね。星アップしましょう。はい、OK。こんなところかな。あとは、ほうれん草をあげてくるか。ほうれん草をあげてみて、お、一応赤い靴が出ましたね。はい、こんなとこですか。やはりあまり、ガチャを回してもね、強さに進展が見られなくなってきたなという感じですね。はい、ということで、まあ、今回はね、ここまでにしておこうと思います。ありがとうございました。よいしょー。